クッキングシートを使ってたった5分でマスクを作ります。リードなどのクッキングペーパーを使います。クッキングペーパーを上下に2つ折りします。さらに横に2つ折りします。この折り目の方、ホチキスで留めます。 1.5 センチぐらい開けて1つ打ちます。そのそばに1、2、3とカーブをかけてホチキスを打ちます。逆側も1、2、3とカーブをかけてホチキスで留めます。ハサミで耳にかける部分を切っていきます。ここから3センチぐらい開けて、まず切り込みを入れ、ホッチキスのところを5センチぐらい、5ミリぐらい開けて、このように切ります。さらにちょっと太いので細くこのように切り取っていきます。この部分はこのように切って2つに分けます。さらにぐるりとどんどん切っていきます。これで耳にかける部分ができました。この耳にかけるところを一旦このように全体をくぐらせ、反対側に持ってきます。もう片方も一旦全体をくぐらせて反対側に持ってきます。このように内側に曲がった形になります。全体を広げ、ホッチキスで留めた部分をこのようにへこませます。へこませて立体感を出します。これでマスクの完成です。紐が長すぎる場合は一旦切って重ねてホッチキスで留めて短くしてください。きつすぎる場合はこの部分カットして紐を長くします。皆さん、お大事に。